こんにちは。東京フィナンシャルストリートのスタートです。今回のゲストはジャジービジネスコンサルティング代表取締役の庄司正義さんです。庄司さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ庄司さん、兜町も春を迎えてまして、はい、実はジャジービジネスコンサルティング庄司さんの会社も今年度からもう兜町に移って3年目に入るわけですね。そうですね。おかげさまでありがとうございます。こちらこそ、おかげさまで兜町がどんどん変わってきているんですけれども、変化している、ある意味その立役者のお一人でいらっしゃるわけですが、その、ど真ん中にいらっしゃるお立場って言ってもいいんですけど、中心的なお立場で実感していること、感じていることをちょっとお話伺ってもいいですか。はい、ありがとうございます。やっぱりですね、最初の頃、マンデージャズも始めたのは去年の4月が第1回でしたけれども、最初の頃、なんで兜町でジャズなんだっていうことをものすごい聞かれるとか、そんなことやっても人が来ないんじゃないかとかですね、ネガティブな意見だとか驚きだとか、いろいろいただいてたんですけれども、本当におかげさまでこの1年やってみてですね、もうやること自体はもう当たり前になっていて、もっとやってくれないかとか、こういうミュージシャンを呼んでくれないかとか、いろんなご要望もいただくようになってきました。あと常連さんもだいぶ出てきてですね、今までライブとか聞いたことなかったっていう人がもうこれを楽しみに毎回申し込んでいただいてるって方もすごく多くてですね、大変嬉しく思っております。この金融×アートという街づくりが、もちろん兜町にいらっしゃる方々、兜町に通っていらっしゃる方々にとっても大きな意味を持ってきたとは思うんですけれども、別の地域からも別のところからもいらっしゃるようになりましたね。そうですね、なのでこのライブ目当てに兜町は初めて来たとか、特にミュージシャンですね、演奏する方々はもう降りたことなかった、この茅場町の駅ではっていう人が多いですが、皆さん来てなんかいい街だねっていうふうに言っていただくことがすごく多いですね。よく街中、兜町の街中歩いていても、おしゃれなんだねっていう声を実際に本当に聞くことがありましたし、若い女性の姿が増えてきましたので、若い女性たちが好むような、言ってみればパン屋さんもそうですし、スイーツのお店もそうですし、分かりやすく、これまでになかったお店が増えてきましたよね。そうですね、食の文化も育っているというのは実感されてますか？そうですね、そういう形で、うちの会社にお越しいただいたりとかした方と、じゃあお昼ご飯どこで食べようとか、夜どこか食べようってことになった時に、いや、こんないい店があるんだっていうのは皆さん驚かれますね。本当に日に日にそういった新たなお店が増えてますし、日本初出店のお店ももちろんあって、たりしてですね、そういう意味では先駆的というか、今時代を先取りしているようなお店もあるんですよね。そうですね。そうですか。若い社員の方々もいらっしゃると思うんですけれども、反応はいかがですか？そうですね、おかげさまで毎日10人ぐらい社員が来てるわけなんですけれども、みんな20代の人たちで、そういう人たちもなんていうんですかね、こういうおしゃれな店が多い街に来れて、なんかすごく嬉しいという感じをみんな言っていますね。若手の社員の皆さんはミュージシャンの方、ミュージシャンを兼ねてるっていう方もいらっしゃるわけですよね。ほぼ全員そうでして。そうなんですか。本業がミュージシャンだったり音大出てたりとかっていう人たちがうちで働いて、そういう才能を、ビジネスの方に生かしてもらうということでやっております。ジャジービジネスコンサルティングですから、はい、コンサルタントをする上で、ジャジーなミュージシャンのアート思考といいますか、デザイン思考も生かしていくということなんですよね。はい、そうですね。コンサルティング会社は何やってるかは分かりにくいと思うんですけれども、例えば一つ調査とかをするにあたっても、その考え方とか自分たちの感性に基づいて、調べたり自分たちの意見で物事をまとめたりっていうのが、ミュージシャンの人たちは結構自分の意見をしっかり持たれてるなっていうのが思います。あとはアウトプットもパワーポイントだけではなくて、最近はもっとキャンバとかですね、いろいろなツールを使ってよりアトラクティブなアウトプットが求められていて、それは静止画っていうか普通のチャートだけではなくて、動画なんかも作る機会が増えてきてですね、そういうことも
ちょっと頼むと初めてなんだけどやるとものすごいいいものを作るんですよね。だからその辺のだから音楽のセンスが磨かれてる人はやっぱりそのアーティスティックなセンスという意味ではその動画とか映像とかっていうのもすごいいいものを作るなっていうのは日々実感していますね。私も拝見させていただく機会がありましたけれども、例えば金融機関であったりとかそういったこれまで動画制作するにしても分かりやすい制作会社の方々に頼んでいたというところも多かったと思うんですけれども、あるきっかけでジャジービジネスコンサルティングさんにご依頼するっていうことになりますと、こんな、なんかこうミュージシャンの方が作る動画ってこんなクリエイティブなものなんだっていうふうな実感を得られるんだろうなっていうふうに思いました。ぜひお待ちしてます実際にそういったご依頼ってもどんどん増えそうですね今後ね。そうですね、一つ一つのやっぱりその品質って言いますかね、はい、見た感じがすごくいいので、はい、自分のところでもちょっとやってほしいみたいな話は見たお客さんからは来ますのでですね、そういう意味ではこれから増えていくんじゃないですかね。そうなりますと事業展開としましてはコンテンツ制作と、ご依頼いただいたコンテンツ制作を中心に発信していくってことなんですか？そうです、それもそうなんですけども、通常の広告代理店とかそういうコンテンツ会社とはやっぱり違くて、ビジネス起点なので、そのビジネスの中でよりそのコンテンツを生かしていくみたいなことがこれから増えていくのかなと。お客さんの中でも今までのその硬い資料っていうのもより分かりやすくしたいとか、一番分かりやすいのは研修とかですけども、社内研修もそのパワーポイントのチャートをですね社員の方が読み上げていくっていうのも、やっぱりちょっと退屈だというところに関しては AI とかをうまく使って動画でアニメーションで見せるみたいなところを、求められてるのもありまして、なんかそういうのをうちで作ったりとかしてますね。そうなんですね。ですから金融機関からのオーダー、企業からも多いということですし、そういう意味ではあれですね、フィンテックにもなるわけですね。大きな意味では、ね、テクノロジーという意味では、AI とかもやっぱり使った方が制作の過程がすごく早くできるので、最近いろんな生成 AI の話出てますけども、ああいうものも一通り試してですね、いいツールはどんどん使っていって生産性を上げていくというのは、それもミュージシャンの人たちはかなり抵抗なくですね、新しいものをどんどん取り入れていくっていうところは素晴らしいかなと思っていますね。庄司さんは会社を立ち上げる際に想定としておそらくミュージシャンの皆さんのアート思考とかデザイン思考がビジネスの世界に加味されたら加わったらきっとこれまでになかったイノベーションを生めるんじゃないかっていうある意味仮説を立てた上で会社を設立されたというふうに私も認識してるんですけど、それを実践してる過程ですよね。そうですね、まだまだ本当に始まったばっかりなんですけれども、何かそういったところで企業のイノベーションにお役に立てればなというふうに思っていますね。それを兜町で、そうですね、兜町発信でやっていければと、兜町発信でやっていくことにまた意味があるんだと思うんですけれども、で庄司さんの別の顔としましてはオルタナティブデータ推進協議会のトップでもいらっしゃいます、代表でもいらっしゃいますけれど、データの世界っていうのが本当にもうここ最近でスピードアップしてますね。急速に浸透してますし、で私たち一人一人もデータリテラシーというものをさらに磨いていかなくてはいけないのかなとは思う一方で、今お話にも出てきました AI というものがすでにありますね。人間が、頭脳を駆使してデータと向き合うよりもよっぽど AI のが早いし一瞬だし、そこに果たして私たちがいる意味があるのか向き合う意味があるのかって考える部分もあるんですけど、そのあたり含めていかがですか？この辺はですね、本当に日々いろんな議論が行われてますし、いろんな情報発信されているところだと思います。もう生成 AI のニュースを見ない日はないということ で、オープン AI も日本に大きな法人を作りましたし、ますます変わっていくと思うんですけれども、AI っていうのはやっぱりそのデータがあってそれを判断して、何かしら その人間の判断の応援するような判断基準みたいなものをこう基準でもないですけども材料を出してくれるというところなので、それを見て人が最終的には判断するっていうのはまだしばらくかかるんじゃないかなと思っ
ています、はい、で今はそのデータをどれだけ持ってるかっていうのがあの AI 生成 AI のその性能に関わってくるんですけれども、まあ、どこからどういうふうに持ってきたのかっていうことが、まあ、最近はすごいあの問題になっていて、やっぱり無料のデータ、インターネット上の無料のデータを皆さん使っているので、まあ、その中にあの、まあ、ヘイトスピーチの内容が入っていたりとか、まあ、不適切なコンテンツが入っていたりとか、はい、まあ、そういったところが最終的にその出てくるアウトプットにも反映してきてるんじゃないかということが、まあ、今あの問題になってるんですよね。でもそれってやっぱりデータはタダだっていうところで、はい、タダのデータをどれだけ使っていいアウトプットを出すのかっていう、まあ、今そういう競争がなされていて、その差別化をその AI のモデルをどういうふうにあの作っていくかっていったところで、まあ、差別化を図ってると思うんですけども、まあ、もう少ししてくるとやっぱりデータで差別化しなきゃいけないっていうふうになってくると思いますので、またそのどんなデータを使ってどういう知見を出すのかって、もともとオルタナティブデータ推進協議会でやっているようなことっていうのが、あのこの生成 AI の世界でも言われてくるんじゃないかなと思いますね。データそのものでもう差別化を図っていく。そうですね、他社が持っていないデータを使って、新しい知見を得るっていうのが、生成 AI の方でも行われていくんじゃないのかなと思います、ね。あの生成 AI の現段階でのその力量っていうことで言いますと、どれくらいフェイクだフェイクじゃないというのを見抜けるものなんですか？これはですね、もう分からないと思った方がいいと思いますよ。そうですか、はい、あのいろんなあの技術が発展してきて、できるようになってきてると言いますけれども、やっぱりそれってもういたちごっこで、ある瞬間からもう難しいんじゃないかというふうに思います。ただこの詐欺とかそういう世界、あのセキュリティの世界もそうなんですけど、これって技術の戦いでもあるんですけども、人間の知恵比べでもあるんですよね。ものすごいその原始的なことでセキュリティが破られたりするっていうことは、ずっとあって、最近もあのクレジットカードの被害っていうのも、あの、変なメールに例えばあの宅配の案内が来ましたっていうのに間違ってこう入れてしまったりとかして、クレジットカード内容情報フィッチングされることがすごく多いわけですけど、そういうようなことでその、フェイクかどうかっていうことよりも、どういう意図でどういうことをやろうとしてるのかっていったところにあの目を向けないとですね、それ自体が正しいか正しくないかにも、じゃあこれがあの正しくないもの、フェイクの動画を使って何をしようとしてるんだと、これがもしフェイクだったら自分にはどういう影響があるんだっていったところを考えながら、そのコンテンツと向き合うっていうふうに変わってくると思いますね。これまであの冬以降特に光熱費が上がってますから、本当にエネルギー電力会社からのメールっていう定義で来るんです、そうですね、エネルギー料金を低減できます、この手続きをすればどう考えてもフェイクだろうなっていうのを思いながら、ね、あの反応しないでいますけれども、ただこれだけある意味物価高で光熱費も高いっていう状況ですと、少しでも減らしたい、生活費を減らしたいっていう頭がありますからね、皆さんね、そういう考えがありますから、乗っかってしまう方もいるんだろうなって。そうですね、でも普通に考えてそんないい話を人には言ってくれないですよね。そうですよね、そうなんですよね、そういうことだと思いますね、なのであの、本当に、僕も日々気をつけないと騙されそうになるようなメールはいっぱい来ますし、最近もあの確定申告の時期はあの e-tax っていう名前のメールがめちゃくちゃ来てますけど、偽物もめちゃくちゃたくさんあってですね、だからやっぱりそれが自分に対してどういう影響を与えるのかっていう観点で、あのメールを見ていくと、これがもし偽物だったらどうなるんだろうとか、クレジットカードの番号入れてくれってなってるけども、それ入れたらどうなるんだろうかっていったところをあの想像する必要があると思いますね。それはやはり一人一人の人間の持つ力っていうか判断力ですもんね、結果的にね、これってだからあのいろんな AI の世界であの人間の判断力どうなんですかとか、人間いらなくなるんじゃないですかってあるんですけれども、やっぱりその最後のところで正しいか正しくないかとか、いいか悪いかっていうのは AI に判断できないんですよね。そうですね、だそういうところで何が正しく何が間違いなのかっていうのは、倫理的な側面もそうですし、それから日々の生活の中でもそういう判断をどんどん迫られるようになってきていて、そのために人間側もどんどん勉強しなきゃいけないということだと思います。庄司さんの会社ではそのデータリテラシーを高めるためにそうやって専門の企業さんと提携されたりとかっていうことも今後されていくんですか、展開されていくんですか？はい、おかげさまで今月ですね、
株式会社ギックスというデータインフォームドという概念を掲げられている会社さんと業務提携させていただきまして、はい、もともと創業者の方とは個人的なつながりがあったということもあるんですけれども、このデータインフォームドっていう考え方、はい、これはデータドリブンのさらに先を考えているということで、データドリブン経営っていうのはすごく今叫ばれていますけれども、データドリブンにするためには単純にただデータを分析してみるだけじゃなくて、それを判断するための組織としての成り立ちっていうのも大きく変えていかなきゃいけないということで、みんながデータを見て迅速に判断できるような会社にどうするのか、だからデータインフォームド経営っていうことを言ってるんですけれども、はい、その考え方に非常に感銘を受けましてですね、ちょっと一緒にいろんなビジネスをやらせていただくということで、業務提携もさせていただいているというところでございます。もう4月の段階で業務提携という形、はい、よりじゃあデータにさらにこう特化していくっていう部分も出てくるんでしょうか、展開として。そうですね、やっぱりうちの会社もデータとアートっていう2つの軸を、はい、ミックスしてビジネスを良くしていきたいというところなので、データに関してはより専門的な分析ですとか取り組みっていうのをですね、ギクスタンの力を借りてやっていけるようになるかなと思っています。兜町もまた変えてくださりそうですね。そうですね、はい、一緒にいろんな取り組みをやっていきたいと思っています。ね、いろんな取り組み、はい、いろんなイベントなども催されるんだろうなというところなんですけれども、データとアートというところで、そのアートの部分にももちろん力を入れてらっしゃる、ジャズを中心にということですので、そのあたりの展開につきましては CM を挟んでまた引き続きお話を伺いたいと思います。今日を見て明日を読む。今日の相場を振り返り、企業情報、海外市場を分析し、相場のヒントを探る。明日の投資に役立つ株式投資の羅針盤。今日の株式、明日の株式。平日月曜から金曜の午後4時30分から。それでは引き続きまして庄司正頼さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。さて庄司さん、本当に日本橋兜町アートの街といっても過言ではないような、毎月毎月のイベントが催されていますよね。ジャズが楽しめる、お仕事を終えた後そのままジャズを楽しめるという街に変わってきたんですけれども、先ほどもお話に出ました、去年の4月からまず始まったのがマンデージャズですね。はい、こちら2ヶ月に1回でしたっけ。そうですね、隔月で偶数月の第3月曜日に行っておりま す, です、ね、こちらがカブトワンの中にある1階にあるカビートですね。食も美味しい、そうです、ね、本当にお食事も美味しいので、ですからジャズを聴きに来て、それでマンデージャズを楽しむために来たお客様がそのまま食に惚れ込んで、そうですね、リピートされてる方が結構いらっしゃると聞いています。ということなんですね。これがやっぱ広がりでしょう ね, そうですね。合わせて去年の秋からですか、毎月1回ジャズのイベントライブが開催されるようになりましたよね。はい、アンダージャズっていう名前でですね、はい、K5 っていうホテルの地下の B by the Brooklyn Brewery っていう、はい、ブルックリンブルワリーの日本の旗艦店として、ね、日本に初めての旗艦店として上陸された。そのクラフトビールの美味しい店で毎月第1火曜日に第1火曜日やらせていただいております。ということは来月5月ですと7日の火曜日ですか。7日ですね、はい、ゴールデンウィーク明けすぐになりますけれども、はい、今ご案内が出てますけれども、本当にこちら B 空間そのものもおしゃれですし、音響がとにかく素晴らしいですね。もともとスピーカーが結構設置されていたので、はい、あと地下だっていうこともありましてですね、はい、ドラムとベースも思う存分出してもらってやっていますので、そういう意味ではカビートとはちょっと違う、もう少しエレクトリックとかファンクなジャズっていうことで、はい、やらせていただいています。そうなんですよね、
ちょっとですからなんかクラブっていうんですか、そうです、はい、クラブっぽいっていうところもありつつ、メニューにもあの有名なタコスもありまして、そうですね、若い方々も楽しめるような食がありますよね、はい、うん、アンダージャズ、あのマンデージャズもアンダージャズも本当に毎回満席になる。そうですね、おかげさまでほぼ満席な感じであの来ておりますね、はい、実感されてますか、なんかこう変わってきたな、音楽っていうかジャズへのこう距離感っていうんですか、街の人たちの変わってきたなっていうのはありますか。はい、あのおかげさまで、まあ、参加されてる方の声を聞きますとですね、はい、やっぱり今まで全然ライブとか行ったことがないっていう人が本当に素晴らしいと言って、まあ、かなりリピーターになっていただく方が結構いらっしゃいますね。そうなんですよね。で、あの顔ぶれもいろいろですね。演奏者も、演奏者もそうですけど、はい、お客様も、お客様も、はい、あの本当に、まあ上司の方と部下の方がいらしたんだろうなっていうテーブルもあれば、お友達同士なんだろうなっていうテーブルもありますし、あと女子会なのかなっていうようなテーブルもあったり。そうですね、うん、まあ、そういう意味ではあの、まあ、通常のジャズのライブハウスですとやっぱりかなりご年配の方が増えてきちゃってるんですけれども、圧倒的に客層が若いっていうのがこのアンダージャズマンデージャズの特徴だと思いますね。庄司さんの最初のコンセプトとしましてはそこも狙いがありましたよね。そうですね、はい、やっぱりそのジャズを聴きたいっていう人があの、まあ、いっぱいいると思うんですよ、はい、ですけどほとんどの人が聴いたことがないっていう現状があって、やっぱりじゃあなぜ聴いたことがないのかっていうと、どこに行っていいのかわからないと、うん、知ってる店はもうものすごく高くて、あの初回から行くにはちょっとっていうところがありましたんで、まあ、それはあの企業のスポンサーの方々にですね、皆さんのご協力で、まあ、街を盛り上げるという意味でですね、ミュージックチャージをかなり安くして、はい、あの初心者って言ったら失礼ですけども、初めて聞く方々が楽しめる場所を作りたいという形で進めていますね、うん、ミュージックチャージ、マンデージャズが1100円です。どちらも1100円ですね。マンデージャズもアンダージャズも1100円、はい、これこれまでのジャズ界ではありえない、ジャズライブでは。そうですね、ですよね、まあ、そうすると、うん、あのミュージシャンの方にあのしわ寄せが行ってるケースが多かったんですけれども、はい、まあ、そういうことは本末転倒で、もともとやっぱりジャズ MP から来てますんで、若手とかミュージシャンを応援するっていうことは、まあ、やっていかなきゃいけないので、まあ、そちらは原資を確保した上でですね、はい、あの聞いてる人には安く聞いてもらおうと。ただあの無料だとですね、やっぱりコンテンツの価値とか演奏の価値っていうのを感じてもらえなくなっちゃうので、うん、はい、そうですね、まあ、あの1100円はいただこうということで進めております。改めてジャズの魅力にハマったというご年配の方もいらっしゃいますし、初めて聞いたという若手の方々もいらっしゃるしっていう、そういう新たな風が吹いてきましたよね。そうですね、ありがたいことです。ありがたいですね。でしかもあのその催し、このイベントを兜町の企業の皆さん、金融機関や企業の皆さんが応援してくださって、スポンサーにもなってくださってるっていうのが、やっぱり総合的な街づくりと言えるんだろうなと思うんですけど。そうですね、あのもともと主役のやっぱり金融の方々がやっぱりジャズに触れるっていうことが、はい、まあ、すごく大事だと思ってますので、これはあの、まあ、ミュージシャンからしてもそういう方々にファンになってもらいたいですし、それからあの金融機関の方々もやっぱり日々難しい仕事をやっている中で、はい、あのやっぱり頭の体操を、ね、なかなかする機会がないという時に、あ、そうですね、まあ、ジャズとか聞いてリフレッシュしていただいてですね、そこから新しいアイデアとかイノベーティブな考えというのを、うん、あの持ってもらえるような、うん、きっかけになればなというのは思っていますね。それはあの庄司さん自身が常に新しいアイデアをあの企画されて、であのそのアイデアをもとにいろんな発信を、コンテンツを制作して発信をされるという、そういうベースがあるからだと思うんですよね。そういったこう一つのイノベーション、小さくてもだんだん大きくなっていくイノベーションっていうのがどんどん連なっていくんだろうなと思うんですけれども、その一つとも言えるんでしょうか、また新たな、はい、コンテンツを制作されて世に発信されましたね、はいはい、ありがとうございます。あのジャズ友っていうデジタルスタンプラリーのアプリをですね、あの開発を、まあ、ギックスさんと一緒にさせていただきまして、はい、あのこの度リリースさせていただきました。ジャズ友、これはアプリの名前なんですか、はい、そうですね、あの LINE のミニアプリなんですけれども、あの、まあ、ここに3つ書いてありますけれども、はい、やっぱり私自身もこの毎月のようにジャズライブやってると、まあ、それなりに集客っていうのは
の大変なんですけれども、うんうんはいまあ、そちらを、まあ、普通のミュージシャンの方々はもう週に何回もライブやってる方々が多いので、まあ、そこで集客やっぱり大変なんだろうなと、うん、でもお話伺うと、まあ、個別に Facebook のメッセンジャーですとかメールとかを使ってですね一生懸命毎日メール打ったりとかしてるっていうケースも、まあ、よくあるということなので、まあ、これが業界横断的にみんなが使えるようなプラットフォームがないっていうのも、まあ、すごく思います。あとはまあ、せっかく兜町でジャズに触れた人がじゃあ六本木とか渋谷のライブハウスに行くきっかけっていうのが、まあ、なかなかないので、はいまあ、ここでミュージシャンと知り合ったら他のミュージシャンの演奏も聞いてみたいねとでミュージシャンきっかけでこっちのじゃあ渋谷のあの店に行こうとか六本木のあの店に行こうみたいな感じになれればなと思ってまして、うんうん、あともう一つはこの推し活の新しい形ってありますけれども、はいやっぱり好きなミュージシャンを応援してる人は結構いらっしゃるんですよね、はい、でもその応援する仕方っていうのはあんまりなくてですねあ確かにまあ本当に仲良くなってくるとライブの後に一緒に写真を撮って Facebook に上げるみたいなことはされてますし、まあ、僕もしたりしてますけれども、うん、それをミュージシャンのスタンプを集めることでですね自分がどれだけこのミュージシャンを推してるのかっていうのを見える化するっていうですねでミュージシャン側からしてもどのぐらいみんながスタンプもらってくれてるのかっていうことが分かるっていうふうに、まあ、していきたいなと思って作っております。これに参加するためには QR コードを読み込めばいいですか。はい、ありがとうございます。こちらの QR コード通常のカメラで撮っていただければ LINE が立ち上がりますので、はいまあ、残念ながらちょっと LINE を使ってない人は難しいんですけれどもそうですよ、ねまあ、LINE さえ入っていればですねまずこのアプリが立ち上がるようになります。で、うんこの画面からでもいいですしあとミュージシャンに最初に会ってミュージシャンが QR コード見せてくれたらですね、はい、それを映せば読み込めば自動的にこのアプリも立ち上がるということになります。でここにちょっとこれは僕の使ってる画面ですけど、はい、またちょっとスタンプ増えてますけども、はい、これ前回のアンダージャズの時に4月の頭のアンダージャズでまずお試しで使ったのでその時に出演したメンバーのスタンプなんですよね。スタンプが、はい、そのあたりイメージで見ていけますね。そうですね、はい、QR コード読み取ってくださいっていうと、はい、ミュージシャンのスタンプがそこにピッと出てくるようになると。でもちろんミュージシャン側が登録していないとダメなので登録しているミュージシャン今30名ぐらいなんですけれども、はい、その人たちに言うとその人たちが、まあ、QR コード見せてくれるのでそれを見ると映すとここに、まあ、スタンプが溜まっていく。溜まっていく。で誰が今登録してるかはスタンプ一覧っていうのがこれはまあ登録ミュージシャンありますけれどもさっきの画面で言うとスタンプ一覧っていうボタンがあるのでそれを押すと、まあ、みんなのスタンプがスタンプ、まあ、写真がそもそも全部見れて、はい、でさらにそれをタップするとこれは原先生ですけれども先生お願いしますプロフィールとかイベントの詳細あと SNS のアドレスみたいなのが全部ここに入ってますんで、はい、そこからこの人どんな人なんだろうかって見れるしあと SNS で今どんな最新の、ライブいつやるのかってもここから分かるっていう風にだからミュージシャン名鑑みたいな感じにもまなっていくかなという風に思っています。で今30名ってお話がありましたけど そうですね、それぞれにいらっしゃるわけですね、はい、そうですねいろんなパートの方にまあやっぱりアンダージャズとかマンデージャズに出ていただいた、ね、懇意なミュージシャンにまずはお願いして登録していただいてますので、そこからどんどん今広げていこうとしているところですね。これスタンプを集めていくと、今はですね、はい、金銭的なものはつけてなくて、はい、これは例としてドリンク無料券とかミュージックチャージオフとかこういうのも作れるんですけれども、はい、まあ、まずは3つ集めるとジャズビギナーとして認定されますとか5つ10個貯めるとジャズブロンズマスターになりますとか、うんうん、なんかそういうような称号を今与えるっていう風にさせていただいてます。ただ今後ライブハウスですとかイベントですとかミュージシャンが自分のそういうなんですかねスタンプを集めてくれたらですねまあ、ミュージックチャージ安くしますとかもしくは自分のスペシャルコンテンツ見れるようにしますとか、あ、なるほど、なんかそういうようなことができるようにまあ、一応なってますの で、はい、今後の展開次第ですかね。ですから視聴者の皆さんが参加したいといった場合にはちょっと今こちらご覧いただくとこの右側のアプリユーザーの流れっていうのに沿って登録してもらえばいい感じなんでしょうか。そうですね、先ほどの QR コードで LINE のミニアプリ登録してでこの登録されているスタンプを眺めるってありますけれども、はい、一応タブとしてアーティストとイベントとライブハウスと3つ今作ってまして、アーティストはまあ30名ぐらいの溜まってますしイベントは
アンダージャズ、マンデージャズのチラシが全部登録されていくようになります。でライブハウスは今ビート、カビートを登録してますけれども、まあ、今後いろんなライブハウスさんが登録されたいということでは、それはあの今後一緒にやっていければなと思ってます。で好きなスタンプをまあ集めると、でチャレンジ達成のインセンティブをもらうみたいな、そういう流れになるかなと思います。こちらのアプリなんですけれども、スタートして間もないんですよね。まだそうですね、2週間って、まあ、正式にはまだ1週間ぐらい、ね、1週間ぐらい、はい、でも結構もう集まってらっしゃる。130人ぐらいはあの使っていただいているので、あの、まあ、人数もそうなんですけど、実際に例えば、今週もちょっとライブハウスに見に行って、はい、そのお客さんと最後話すときに、あの他のお客さんに、いや実は僕こういうの作りましてと言ってお見せすると、皆さんあの結構登録していただいてですね、でみんな見て、まあライブハウスに来るような人だからいろんなミュージシャンも知ってるじゃないですか、はい、あ誰々もいる誰々もいるっていうことで、これは面白いって言って、なんかいろんなライブじゃあ行ってみようとかっていうふうにおっしゃっていただく、まさにこう思ってた通りのことを言っていただけるので、しかもすごい嬉しそうに言っていただくんですよ、はい、なんか本当に良かったなと思ってますね。まさにジャズ友ですね。ジャズ友ですね。本当にジャズ友になってきてますね。ジャズ友の輪が広がっていくっていうことなんでしょうね。はい、こういう発想を庄司さんはどういう時に思い浮かべるんですか？素朴な疑問。でもこれはなんか教科書的なんですけど、やっぱりいろんな人の課題っていうのを日々聞いてるっていうのが僕は大きいなと思っていて、あのこのまあ、やっぱり集客の問題とか、ミュージシャンがどうやってそのお客さんにその自分たちのライブの情報を伝えるのかっていう手段がなかなかないみたいな話も伺っていて、でこのオルタナティブデータとかやってますから、何か使えないかということで、いくつかの会社さんで僕実はお話ししてまして、こういうパターンだったらどうかとか、こういうパターンだったらどうかとか、いくつかのテクノロジーでの検討もしたんですけど、まあ実際にこう検証もしてもらったのもあるんですけれども、まあやっぱりテクノロジー的な、まあ、限界、 GPS だけで例えばやったりすると、 GPS ってもう30メートル以上誤差があるので、そのお店に本当に来てるかどうかをなかなかつかみにくいとかですね、あとはあのお店にデバイスを置かなきゃいけないみたいなことも検討したんですけど、まあ、それもちょっと現実的じゃないなということもありまして、たどり着いたのが、まあ、この、まあ、スタンプラリーですね、はい、スタンプラリーアプリを入れてという話伺ってますと、ですからビジネスの基本というのか、あの結局課題を解決しようと思っていろんな施策を練っていく段階でイノベーションって生まれるわけですよね。さまざまな業界でも業種でも、はい、ですからお話伺ってまさにそうだったんだな。そうですね、じゃあずっとももう何か課題を解決しようと思って、そのためにいろいろ考えた結果、一つのこれもイノベーションだと思うんですけど、新たなスタンプラリーのアプリが生まれた。そうですね、うん、まあ本当に0 to 1とかにも書いてありますけど、はい、あの自分の困ってることじゃなくて、友達の困ってるところだ、親しい人の困ってる、親しい人の困ってることを解決するのが一番いいって言われるんですよね。うん、やっぱり親身になって検討しなするし考えるし、はい、あとはのめり込みすぎないし客観的にも見れるしというところで、まあ、そういう意味ではあの仲のいいジャズミュージシャンたちがみんな困ってるっていうのが、まあ、一番のきっかけだったと思います。そこから生まれたジャズ友ということで、はい、ぜひともあの視聴者の皆様にも、ね、そうですね、参加していただいて登録していただけたらなと思いますし、庄司、はい、さんにまた引き続きこの番組ご登場いただきまして、進捗状況ですとか、はい、あの兜町の変化や進化とともに歩んでいらっしゃるその様子をあのいろいろとご説明解説していただけたらなというふうに思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ということで、今回のゲストはジャジービジネスコンサルティングの庄司正之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そして次回の放送ですけれども、5月31日金曜日の放送ということになります。それでは5月31日までさようなら。